え、殻ってさ、もうさ、食器にできるよね。ワンハム家族。暑いな。え、みんなこれすげえ関節じゃん。はい、夏休み初日でみんなはお腹を壊すのでしょうか。なんでしょう。やだ、やだ。見て、骨。綺麗に取れた。動くね。ほんとや。うまい。あ、おいしい。うまい、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 うまい。ここの身、やばい。ちょっとだけでも結構おいしい。酒臭いけど。酒臭い。生臭くない。まだ面白い。だってさ、消毒になるかなって。皮むいた。あ、おいしい。キッペカンデミから。あ、いけるかも。いただきます。うん、うまい、うまい、うまい。汁どっからシュート吸ってみるっけ。汁は臭そう。いや、同じ味じゃない。え、殻ってさ、もうさ、食器にできとるよね。うん、もう、あの、20分以上茹で、あ、じゃあ15分ぐらい茹でたよ。あべ、それ大事。神田先生が100度以上で10分以上って言ったもんね。え、見て、めっちゃうまそうじゃない。俺もうずっと食べれなそう。向いてよ、向いてよ、俺殻を。いや、うん、おいしい。絶対うまい。殻を、これは破ったぞ。こっからで食べれんの。うん、無理しない。マヨネーズあるよ。うまい。これは、いや自然な味を楽しむ。そう夏休みの課題みんな何やんの？工作とか。大好き何作るの？今年は。木でなんかあれ。家具？違う。なんかあれ。フォークとかスプーンとか。おー、食器。みんな見てこれ。詰まっとるね。はい、食べや。これ食べる？うまくない？これうまいよね。普通にバッタとかより。バッタよりうまい。普通に食えるよ、ちゃんと。あ、これあれや、カニのあれや。こうやって吸った後にここにあるやつや、ね、骨な、骨。割るこれ、殻。いいよ、けど硬いよ。それってさ、なんかお尻の方からパカって割れへん、確か。お腹で。待って。おー、おっくん。まずそう。カニ味噌。カニ味噌食えるの？カニ味噌あるね。うわっ、どう？切ったね。汚れ、汚れ。どう？お味は？大人のお味？カニ味噌は嫌いない。普通わかる。いただきます、一回。いただいてください、一回。ここはくん、あれなんか、カニの味がした後プチュってなる、ここは。ここ？うん。ほんと？ YouTube やめとこう。うん。ここは何もない。ここは何もない。じゃあ視聴者さんに一言メッセージお願いします。カニはうまい。うん、カニうまいです。中にある。もっと他に大切な大事な伝えること。カニはうまい。カニが食べた方がいいと思う。あ、それやね。ワンハム家族毎週金曜日配信中。はい、ということで、今年も楽しい夏休みを過ごしましょう。終わった。ワンハム家族の大助、キッペ、マヒでした。じゃあね、バイバイ。カニ味噌は大人の味や。らしいです。でも身はうまい。最後に